おはようございます。ヒカキンです。さあ、本日はですね、ちょっとやりたい企画がありまして、このコレイっていうキャラクターがね、ストーリーで入手できるようになったんですけど、このブーメランについてちょっとね、気になったことあったから一緒にやっていい？まずこのブーメランなんですけど、まあ、投げるじゃん。こうやってね、動物たちがいると思うんですけど、ごめんなさい、後ろからやらせてもらいます。こうやってやると帰ってくるんですよね。で、こう帰ってきたら草付与してダメージをこうやって与えることができるんですよ、ブーメランが返ってきたら。なんですけど、これをね、受け取った場合に発動するみたいなんですよ、この草ダメージが。なので、このブーメラン受け取らなかったら、あ、待って、ブーメラン受け取らなかったらどうなるんだろうっていう。ブーメラン返ってこないし、ダメージ付与なるのかなって気になったんで。なんか落ちてるよ、大丈夫？足大丈夫君ね。え、あ、心配なさそう。というわけで、ブーメランを受け取らなかったらどうなるのかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。まあ、逃げる場所なんですけど、あっこにね、光があるんで、あれを伝ってね、ちょっと逃げていこうかなと思います。とりあえずね、こうやって発揮できる距離に置いといて、いきますよ、ブーメラン飛ばします。はい、後ろ飛ばしまして、ちょっと待って！ちょっと待って、帰ってきちゃった。これ走って逃げれるかな。イエラン先輩だと逃げれる気がするんだけど、ちょっとやってみて。イエランでちょっと逃げるわ。イエランで逃げれる。これ大丈夫？気があって見えづらい。あ、これちょっと検証失敗です。もうちょっとさ、この辺から行く。そしたらまっすぐあっこまで距離あるから。あ、花が可愛い。花でかくね。ひとまずこれ投げて、イエラン先輩で逃げます。逃げます。これどうなる？これ、あ、逃げ切れそう、これ。逃げ切れ、いつまで来んの、いつまで来んの、何？消えたよ。あ、付与されてない。ブーメランの付与されてない、草の。マジか。なんかブーメランごめん。